前回、美濃囲いはですね、いろいろ形を変化させて囲いが変わっていくというような話を少ししましたけれども、どのように変わっていくかをちょっと見てみたいと思います。今、これは美濃囲いでして、金が2枚に銀が1枚、金銀3枚で囲いを作るというのが基本ですね、将棋の。この金銀で 3枚守ってるんですけれどもまあ、ここから形を変化させていくんですけれども、えー、この形の美濃囲いのですね特徴としてはあの金がですねこ,このようにこう2枚ついてますのでこれ横からの攻めに非常にこう強いんですね横からの攻めに対しては非常に強いですただ、えー、ちょっと上からですね上からの攻めに対しては、えー そこまで強くないというところですね。基本的には横からの攻めに強いと覚えていただけたらと思います。で、あのここから囲いを変化させていくんですけど、まず歩を突きます。で、えー、歩を突きます。まあ、も突きます。で、えー、金をこのように上がります。で、えー、桂馬を跳ねて、まあ歩を突いたしますね。はい、で、えー、この形は、えー、高みの囲いと言います。高い。 あの身の囲いが高くなってるから、まあ、あの簡単には、えー「高身の囲い」と言うんですけれども、えー、金が今このように上に上がりましたので、えー、横からの攻めに対しては、えー、ちょっと弱くなるんですね。はい、ただ上からの攻めに対しては、えー、金を上に上がった分ちょっと強くなるということで、まあ、その辺りに、えー、ちょっとあの囲いに変化があります。 でえー、ここからですねあのあ,あともう一つはえっ、ー、とここのこの桂馬をここにいた桂馬を跳ねましたのでこれはどちらかというとまあ守りというよりかはまあ攻めの系になりやすいんですね。えっ、ー、と例えばこちら側に跳ねて相手の王様を攻めたりまあこちら側に跳ねて、えー、相手の王様を攻めていくというのはよ,よくありますね。 まあ本当によく見るのはここの地点に桂馬を跳ねましてこう橋攻めと言われる攻めとかあるいはここの地点のまあ角がいたりしますのでこの角を狙うとかっていうのがよく見られますまあ,あの桂馬を跳ねた分守りがちょっと弱くなっているっていうような面もありますねでここからですね、えー さらに、えー、身の囲いは進化してますまず美濃囲いから、えー、高身の囲いになりましたけれども、えー、銀を上がってですね金を上がりますこれがまあここに歩ついてあったらいいんですけども、えー、これを、えー、銀冠と言います、はい、あのこれはあの銀がこの王様の,この,あの冠になってるので、えー、銀冠と言いますね、はい、でこれもやはり金銀このように3枚で 守っているということで、えー、身の輪郭から、えー、高身の輪郭、そして銀冠という風になってきます。で、えー、このあの銀冠の特徴としては、えっ、ー、とさらに、えー、銀がここに上がりましたので、金と銀でこのあたりですね、この上部を守ってますので、こう上からの攻めに対しては非常に強いです。はい、で、えー、まあ、横からの攻めに関しては、まあ 高見のと同じぐらいですかね。はい、ぐらいのまあ、強さというふうに、まあの学校よりかは強くないんですけれども、まあ予の攻めに対しては、まあ、ここに銀が効いてますので、まあ,ある程度は強いといったところですね。はい、で、えっ、ー、とこの一番下段ですね。 ここはあの、えー、と銀冠は注意しないといけないんですけどもここが非常にこうあのスースーしていると言いますかあの桂馬を跳ねてしまってますので桂馬がここにあればあのまだこうあの下段が空いてないんですけど、まあ、桂馬を跳ねて、まあ、攻めに使おうとしてますので例えばあの。 飛車をですね相手にこう下段に打たれてあの持ち駒にこう金を持っていたりしますともういきなりこう金を打たれてちょっと王様が危なくなってしまうんですね王様はここに上がって強者を取られるというような展開もありますのでちょっと王様は危なくなるということでこの、えー、と下段飛車ですねから、えー、攻められるということに関しては銀冠は、えー、注意しておく必要があります。ただ、えー 非常に上からの攻めに強いですし、えー、と銀冠側,側から攻めていくというのも非常にあの上からですね攻めていくとも非常に有力になってきます高みの高みの,の,の時と同様にこの桂馬を使うこと多いですね、はい、このように跳ねて攻めていくことが多いですあとはあの玉頭戦といってやはりあの相手がですねまあこちら側ですね、えーと こちら側にあの振り飛車に対して囲うということはあの少ないです。というのも、えー、こうですね飛車と角と銀がこう、ま、攻め駒としているという話をしましたけれども相手は、えー、と王様を、えー、書こうとしたら、えー、こちら側にすると、えー、飛車や角がいる場所ですよね相手の飛車や角がいる場所ですので攻められやすくなってしまうんですね。 ということで、えー、王様を書こうとするとこちら側ですねに囲うことが多いです。ということであのこの辺で戦いが起きることっていうのも非常に多いんですね。であの特に王様の上ですねはいこのあお互いに王様の上のところでえっ、ー、と戦いが起きることをあの玉の頭で戦いが起きるということで、えー、まあ玉頭戦と言ったりするんですけども。でえー えとこの銀冠は非常にこう玉頭線に強いんですね。というのも、えー、銀がですねいてまあ、さらに金がいてこの辺を、えー、先ほど言いましたように守っているということで玉頭線には非常に強いというふう,ふうな特徴があります。ということであの、えー、美濃囲いに組んだ後は、えーえー、高美の囲いからちょっと戻してみましょうか。 こ,うですねはい、このように、えー、身の囲いに組んだ後は歩、えー、を突いて負を突いて金を上がって桂を跳ねてこうですね歩を突くっていう、まあ、この高みの囲いに、えー、囲うという指し方でさらにここから、えー、進化しまして、えー、銀冠というあの上からの攻めに対して非常に強い囲いを作るといったのも一、まあ、つのこの バリエーションとして試験飛車としては覚えておきたいところです。